こんにちは、岡沢です。悩んでいます。今月の10月17日でチャンネルを開設して毎日投稿を始めて8ヶ月が経過したので、その結果と感想について話していこうかなと思います。と言いつつ7ヶ月目の動画が、投稿できなかったんですけれども、それを含めて2ヶ月分の話をしていこうかなと思っています。まず最初に、先々月の、目標がチャンネル登録者数1500人を突破することでした。その結果なんですけれども、8月17日に1200、1ヶ月後の9月17日、この時に1455人でした。結果としてはあと45人達成することができませんでした。これが悔しくてと言いますが、先月動画が出せなかった理由の一つでもあります。そして1500人を突破したのが9月の24日、17日の1週間後になりますね。そこから10月17日現在のチャンネル登録者数が1590人の方が登録してくださっています。改めて本当にありがとうございます。1ヶ月ですと9月17日が1455人だったので、1590人ですと135人の方が新たに登録してくださりました。本当にありがとうございます。ですが、ちょっとチャンネルとしては伸び悩んでいるところでもありまして、先々月が300人ぐらいの方が登録してくださって、先月が255人で、今月135人と、ちょっと落ちてきてしまっています。なのでこの1ヶ月の、動画の内容というかチャンネルの内容を振り返ってみたいなと思っています。この1ヶ月は、ショート動画でホーゼとウィザードの動画を出しました。メインの動画ですと、仮面ライダーギーツが始まって、ギーツのおもちゃの音声確認の動画であったり、あとは YouTube でのエグゼードの配信に合わせて無事最終回を迎えたということで、そのガシャッとの音声動画だったりをいろいろ上げました。反省といいますか、この動画たちが、ショートのフォーゼ動画が1000回を超えるものが少なくなってきてしまったり、今更新しているウィザードのショート動画ですと500回未満のものも増えてきてしまっています。その中で今月一番何が伸びたのかな、一番再生回数が多かったのが、メテオのまとめ動画が2000回ぐらいで、ガンバライジングの動画が1200回ぐらいという結果になりますね。また2ヶ月前のそれこそ半年の動画で、上げさせていただいたんですけれども、映画制作の動画が全く更新できなかったということで、これは強く反省しています。今月来月に向けてどうしていこうかなという目標なんですけれども、私のやりたいことをやっていく中で挑戦の1ヶ月にできたらなと思っています。なのでぜひ、意見やリクエストなどがあればコメント欄で教えてください。そうですね、目標ですとこの調子だと、年内チャンネル登録者数2000人2500人いけたら嬉しいなと思っています。というわけで今回は1ヶ月の振り返りと反省をしてきたんですが、動画の内容的にちょっと暗い話になってしまったのかなと思いますが、また明日から楽しく更新していければなと思います。この動画を見ている方で、またチャンネル登録がお勧めでない方はぜひよろしくお願いいたします。コメント欄で動画のリクエストなどもお待ちしているので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。